さて、以降では、個別のモデルですね、について説明しようと思います。最初のモデルは、ロジスティックスネットワーク設計モデルです。で、意思決定レベルとしては、長期レベル、ストラテジックレベルです。何をするかというと、サプライチェーン全体の最適化、すべてを見て、在庫費用についても、すべての在庫項目、在庫費用の項目を入れて、最適化をするというのが、このロジスティックスネットワーク設計の役割です。で、例えばどんな意思決定をするかというと、どの、サプライヤーから、パーツ、部品を調達するのか、国内からするのか、海外からするのか、どっちがいいのかというのを決めるもの。あとは、どの生産ラインでどの製品を作るべきかですね。例えば1個の工場で、1つの工場である製品を1種類作った方がいいのか、それとも複数種類作った方がいいのか、でこういうのを長期的な視点に立って決めるわけです。で、どの輸送モードで運ぶべきか、船で運ぶべきか、それとも飛行機か、それとも鉄道か、トラックか。で、新しい工場を新設するとか、または閉鎖するとか、またはセンター、配送センターを新しく作りたいとか、または再編成したいとか、こういう時にも非常によく使われるモデルです。で、いろいろなトレードオフ関係がモデルの中には入っているんですが、代表的なトレードオフとして、倉庫の数とその他の項目についてちょっと考えてみようと思います。で、どこに倉庫を作るのかと同時に、倉庫の、この場合、ただの数と表現してますけど、こっち側があれですね、倉庫が1箇所、1箇所だけその大きなセンターを作って、そこからすべての地点に供給をするといった場合、こちらですと3つぐらい作って、そこからサービスをすると。で、当然このセンターには、その調達先というか、どこか工場とか、本当は複数の工場があるんですけど、そこからこのセンターに物を供給する必要がある。この費用も本当は考えなくちゃいけないわけでして、この費用と運ぶ費用と在庫費用、すべての関係を考えて、適切な数の配送センター、この四角ですね、の数を決めると、もちろん場所も決めるというのが、ロジスティックスネットワーク設計の役割なんですが、例えば、倉庫の数を、増やすとどうなるかというと、当然近くなりますから、顧客というか小売店へのサービスリードタイム、リードタイムというのは、この、小売店かお客さんが欲しいよと言ってから持っていくまでの時間、この部分ですね、これは当然、短くなる、サービスは良くなる。で、在庫費用どうなるかというと、当然3箇所バラバラで持つ必要があります。その場合どうなるかというと、実は、センターの数のおおよそ、センターの数を N とすると、ルート N 倍必要になると。これだとルート3倍ですね。1.73倍ぐらい、おおよそですけどね、必要ということが、になります。したがって在庫費用が増えると。オーバーヘッドコスト、この辺の管理費ですね、当然増えるですね。で、アウトバウンドトランスポーテーションコスト、これは、この部分です。この、センター、このセンターから顧客への輸送費用、これは当然下がるんですが、インバウンドトランスポーテーションコスト、ここに持ってくるこの赤線の部分、これは当然増えると。したがって、センターの数を決めるにあたって、いろんなものとのトレードオフ関係を考慮する必要があって、したがってこれらのものを全部費用化して、全体を考えて、そのバランスを取るようなことをしないといけないわけです。それを行うのが、このロジスティックスネットワーク設計モデルの役割のうちの一つであります。でも、別のトレードオフ関係として、輸送モードの選択についてお話ししようと思います。で、これは、在庫費用項目の一番最初にお話しした輸送中在庫、パイプライン在庫ですね、イントランジットインベントリーコスト。で、これは、輸送費用とトレードオフを持つというお話しました。例えば2つの輸送モード、飛行機と船があったときに、飛行機で運ぶと当然スピードが速いわけですね。したがって輸送中在庫っていうのは減るわけです。例えば、LSI のチップなんていうのは飛行機で運ばれます。あれは軽くて輸送費用を運ん、多少かかってもなるべく早く持っていきたいというので飛行機で運んだりします。で、当然輸送費用は、上がります。逆に、輸送単価を下げたいとすると船の中で運ぶ必要があります。
当然船ですと遅いわけですから、輸送中在庫費用は当然増えてくるわけです。でこれをうまくバランスを取るように輸送モードを選択するというのがやはりロジスティックスネットワーク設計問題の中の一つのトレードオフです。で、多機関のロジスティックスネットワーク設計問題になると、意思決定レベルは中期タクティカルレベルになります。で、工場内でこういう中期のモデルというのがありまして、MPS マスタープロダクションシステムとか昔から呼ばれているものです。まあ、それをあのサプライチェーン全体に、工場内だけじゃなくて輸送とかセンター配送センターでの保管とか顧客への輸送とか配送とかまで考えたモデルであると考えることができます。で特徴としてはこの季節在庫季節変動ここちゃんと量的に取り入れるというのがこのモデルの特徴です。で図が書いてありますけど、横軸が時間ですけど、まあ、この場合は、まあ、月次と月と考えてください。月次にこういろんな製品が出てきてそれぞれ波があったりします。サイクルがあるとですね。で、ただこれ新製品投入時の、需要の増えここで、その衰退期になっているとか、まあ、そういうふうに考えてもいいわけですけど当然こう需要というのは期ごとに異なるとそれぞれ推定する必要があるでこれをちゃんと量的に入れたのがこの多機関のロジスティックスネットワーク設計モデルです。でこれを使いますと、季節在庫というか作り置き在庫と、トレードオフ関係を最適化することができます。でさっきの図なんですが、まあ、雰囲気としてはこっちが月でして夏場にこう需要がたくさん発生する例えばビールの缶みたいなもので缶ですとまあ作り置きしておいても構わないのでビール自身はまずいですが、夏場のこの需要に向けてどうするかというのがここでの目的です。で、一つの戦略としては、こう今はその生産設備がそんなに大きくない、キャパシティが有限であると夏場向けにそのたくさん作れるように工場を作っておくというのはあまり得策ではなくて一応このぐらいの、キャパシティを持っているとしましょう。生産容量を持っているとしましょう。でトレードオフ関係は残業費ですからこっちですね、残業費、残業ペナルティと今の作り置き在庫、季節在庫のトレードオフというのはこうやって、夏場に行くとこの辺は、生産量を意図的に上げて例えば季節工を使うとか、残業するとかして、生産量を一時的に上げてこれに対処するというのが一つの、方策です。バリアブルプロダクションポリシーとか言ったりします。一方、在庫、季節在庫を使って、季節在庫を多めに持ってやるというポリシーもあってこれは一定の生産レベルがあったときにこの夏の前 の, この余っている生産のキャパシティを使って夏場向けのを作っておくです、ね、ずっと作って倉庫に貯めておく当然在庫費用はかかるんですが、残業しなくてすというのがこちらの、方策です。コンスタントプロダクションポリシーとか言ったりします。それで、今の、ロジスティックスネットワーク設計モデルとか多機関のロジスティックスネットワーク設計モデルをどう解くかという話をしたいと思います。で解く方法はいろいろあるんですが、私がいいと思っているのは、まあ、普通にあの混合整数計画ソルバー MIP ソルバーとかミックスインテジャープログラミングの略で MIP ソルバーとかいうのが市販されています。もちろん無料のもあります。でそういうのを持ってきて解くというのが一番安全で確実な方法です。ただし、安全在庫費用とかその他、規模の経済のをモデルの中に入れようとすると、こういった、大費用関数、大費用というのは、多くなれば多くなるほどこうまっすぐではなくて費用が寝てくるとこういうのを大費用関数と言います。コンケーブファンクションと言います。でこれを入れるとなると少しこの辺を工夫して入れる必要があると。ミックスとインテジャープログラミングソルバーというのはこういう大費用には対応していません。まあ、普通上は、区分的線形近似といってこういう滑らかな関数ではなくてところどころこうひん曲がったような、まあ、直線をこうつないだような線で近似して全体を解くと。で全体というのは何かというとこう供給地点当然複数あって工場も複数あります。でどの工場でどれを作るかとかいうのを決めたりしてこの当然工場間の転送ここで部品をある程度作った後こっちで最終の、をアセンブルをするなんていうのもありです。で倉庫でどの倉庫どの配送センターに持っていくのかで最後のお客さんでお客さんたくさんいますから当然お客さんはある程度グループ化して扱います。または生産ラインまで考慮してこの工場内のどの生産ラインでどれを作るかというのを考えたりします。でこのネットワークの中を流れる製品というのは当然原料を合わせて
この場合リンゴを3単位とカラビンを使って、なんかジュースを作りましょうみたいな、こういう、ビルオブマタリアルズ、ボムって言います、製品のこの構成部品展開費用です、とかレシピとか言ったりします。でこういうのをちゃんと考慮する。でこの中でどのレシピで何を作ってその時の費用どうなのかなっていうのを考えて、全体で当然複雑なモデルになるんですが、こういうのを対処するためは要は、最初に言った、戦略レベル、ストラテジックレベルで扱うわけですから、森を見る感覚ですね。細かいことは気にしない。お客さんも一軒一軒ではなくて、もうある程度グループ化してしまう。製品もそうです。一個一個はバラバラな製品、細かい仕様の違いを無視して、製品のファミリーで考える。でこういう、近似を扱う、荒っぽく物事を考えて、その代わり全体を考える。でこういう視点が大事になるわけです。でロジスティックスネットワーク設計問題のモデルというのはとっても複雑なので、ちょっとここではお話しできませんが、ちょっと単純化した、モデル、施設配置問題といいます。ファシリティローケーションプログラム、でこれの、モデルを紹介しようと。どうやって数式に表してその混合整数計画ソルバー、MIP ソルバーに入れるかという話を、で数式にするだけで、その MIP ソルバーというのは、解いてくれます。したがってこの問題に対する定式化、フォーミュレーションというのを作ればいいわけです。フォーミュレーションも一応コツがあるんですが、ここでは、シンプルファシリティローケーション、一番単純なタイプの施設配置問題を考えて、正しい定式化を示したいと思います。でどこから見るかというと、まず変数から見ましょう。変数は2種類あります。最初が XIJ ですね。I というのは、何かというと、どっちだっけ、 I というのは、倉庫ですね。あ、すいません失礼しました。 I というのがお客さんです。顧客の、添え字です。で今、書きますか。 I というのが顧客で、こういっぱいいると。でこれが I という集合になっている、キャピタル I になっている。で、工場の方は添え字が J でキャピタル J、ね、こんだけの、工場の候補地点ですね、全部を使うわけでは、この場合4つにしておきましょうか、候補地点を、示しておく、入れておくわけです。で XIJ とは何かっていうと、この、工場 J から顧客 I に運ぶ、時に1になるような、1になるよっていう運ぶ量ですね、運ぶ量の割合を示すのが XIJ ですね。今はこのお客さんが今欲しがっている量というのは全てイコール1になるように、正規化されているものとします。したがって、ね、これは必ず、今0以上という式がありますけど、0以上で、1以下になるように。でこの工場とこの工場をオープンしてここに持ってくるというときに、 XIJ の意味は例えばここから 0.8 持ってくる、ここから 0.2 を持ってくるというふうになったりするわけです。でもう一つの変数が YJ、 こっちが工場ですね、こっちが顧客、カスタマーとプラントがあって、この工場それぞれに対して工場を使うか使わないかというのを表す01変数と言います。1の時に工場を使っていいですよと、0の時には閉めましょう、クローズしましょうということを表す01変数です。で、こういうふうに実数の変数 XIJ0 以上というのと01の整数の変数が混ざっているので、混合整数計画、ミックスインテジャープログラミングと言ったりするわけです。で、どこから行くかというと制約からいきましょうか。これは何かというと、サメーション J の XIJ イコール1が全ての I に対してある。すべての顧客 I に対してそこに入ってくる量の合計は1ですよ。さっきの例で言うと、いろんな工場から入っていくんですけど、この合計が1にならなきゃいけないというのが最初の式。意味としては顧客の需要はすべて満たされるということを表します。で2番目の式、これは何かっていうと、工場がオープン、今黒くなったやつですね、オープンしていないとそこからは物が運べないということですから、 YJ が1でないと XIJ は、プラスになれない。0.1 だったら必ず、YJ が1になる。YJ が0のところ、工場が閉まっているところは必ず XIJ は0になると。こういうことを表す式です。で、この式は実は本数が多いんですが、こういった式の方が実は強くて、
停止化が強くなるので、より大きな問題が解けるわけです。で、費用ですけど、ミニマイズというのは最小化するという意味です。我々は当然総費用を最小化したい。で、ここで考える費用は工場をオープンするときにかかる、固定費用 FJ と、工場 J から顧客 I に物を運ぶときに発生する、輸送費用 CIJ とですね、1単位、運ぶときに CIJ かかると。したがって 0.5 だったらその半分かかるというふうな変動費用です。で、この固定費用と変動費用の和を最小にするのが目的です。で、制約はこれだ。で、これがまあ一番単純な施設配置問題の定式化ですが、これを複雑にしたのがロジスティックスネットワーク設計問題で、まあ複雑にはなりますけど同じロジックで解くことができます。